問題です。どうぞ。あ、ジョーコさん。アビスパ一筋、今年で17年目のシーズンを迎えるミスターアビスパジョーコ選手、出場試合460はもちろんチームトップ、通算得点も83得点とトップです。ここで問題。アビスパでジョーコ選手に次ぐ2位の通算得点を挙げている選手は一体誰でしょうか。あのね、湯沢さんは分かってらっしゃると思う。大輔君誰います？めちゃめちゃ多いよ。めちゃめちゃ多い。じゃあウェリントン。ウェリントン選手が開幕されてなかったんですよね、V で。なるほど。じゃあもう負けっすわ。もう諦めないでください。ポジティブ、ポジティブブサイクでしょ。ということで正解はこちらの選手です。石津さん、これ自覚はあったんですか？いや、さっきのVTR、はい、覚えてたんで決めたシーンは、はい、まさかと思いました。それでも言い出せなかった理由は何ですか？で、自分で言うのも恥ずかしいなと思って。言っていいんですよ。そうですね、小池さんが一生懸命考えてくださったんですけどね。ということで、石井選手でございました。続いての問題がこちらです。アビスパの若手の皆さんすごいんですね。冨安健洋選手はチーム初の高校生 J リーガーとしてプロアデビュー、海外からすぐに注目されまして、今やイタリアのセリエ A のボローニャでプレーをしています。そんなすごい若手の皆さんが育つアビスパなんですが、ここで問題です。実はそんな冨安選手も取れなかった優秀新人賞に輝いた選手がいます。一体誰でしょうかと。これさあ、どうですか、もうどんどん答えてください。うわ、いけますか、優秀新人賞。この嫌なことがずっと見えるじゃないですかね。そんなすごい選手いないでしょう。そんなすごい選手いないでしょう。どうですか。じゃあ足短いなと思って。足が短い、はい、はい。あとは誰だろう。まあ、ふくらはぎがすごかったですね。ふくらはぎすごい、すごかった。はい、ということで、はい、足が短いで分かりました。あ、どなたですか。北斗さん。めちゃめちゃ失礼なことですけども、石井さん。違うかもしれませんから、ね、もしかしたら違う選手かもしれません。誰も答えてないですけど、もう正解 VTR に来ました。あ、そういうこと。ということで、あっと来たよ、来たぜ。2006年、中村北斗選手でございました。てか、ここにいらっしゃる方たち、すごい方たちばっかりなんですね。今気づきましたか。ようやく。まだユニフォーム青いですね。ユニフォーム青いですね。じゃなくて、もう離れてるのいいことに現役の皆さんもいや、交代なんて嬉しくないですね。もう一回戻ったでしょ、今。足短いだの。さあ、ここからは e スポーツ対決。今、世界で注目の e スポーツゲームでサッカー対決。使用するのは25周年を迎えたウィニングイレブンのシリーズ最新作、e フットボールウィニングイレブン2021シーズンアップデートです。今回参加するのは昨シーズン J 初ゴールを決めた三國ケネディエブ選手。チーム三國には福岡の公立高校で部活動では初の e スポーツを採用した福祥高校コンピュータ部の1年栗谷優吾君と安田力人君です。まあ、無失点処理というのを求め出して大量得点で勝ちたいと思います。対するは福岡県小堀出身の北島裕二選手。チーム北島にはさまざまな大会にも出場し優秀な成績を収めている福岡第一高校 e スポーツ部の常松隼人君と山本海人君です。景品もあるということで絶対に勝って手にしたいと思います。選手と高校生による今人気の e スポーツ対決、2人の現役サッカー選手はゲームでもスーパープレー続出。ここからは実況を沖茂吉と、解説はアビスパ福岡 OB 山下義輝さんでお送りします。山下さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、試合が始まりました。
攻めるのは白のユニフォームチームミクニ、左に攻めるのはピンクのユニフォームチーム北島です。前半28分、チームミクニ裏に飛び出していく、ミクニシュート、練習参加経験があるミクニ、ここで来たか。いや、豪快でしたね。そうですね、キーパーが出てくるのをよく見てシュート打ちましたよね。本当豪快にシュート打ちましたからね。このキーパー取れません。前半の32分、チーム北島、北島からこぼれたところ、福岡第一鶴松。今北島選手からスルーパスでチャンスを作ったんですけどね、キーパー真正面に行きましたね。ここで前半終了です。1対0でチーム三国がリードしています。白熱の e スポーツ対決、山下さん、この試合どちらが勝つんでしょうか。わかりません。この日宮崎空港に降り立ったのはアビスパ福岡の川森社長。開幕直前にはキャンプ地を訪れ選手と直接ミーティングをするなど、川森社長はサポーターからも熱い男として知られています。社長自身が負けず嫌いっていうか、そういうところすごく感じます。すごく熱い社長さんだと思います。サポーターと一緒にチームを応援してくれてるっていう、そんな社長だと思います。エスコティーバというサポーターグループを作った井上さんは、社長、そういうのが SNS もよく使われるので、もう普通だけじゃなくって多くの方とこうつながりがね、できて対話できてる、こういうのもちょっと今までにない社長さんだと思います。その SNS にはこんな書き込みも。スタジアムに駆けつけてくれたアビサポ、ありがとう。目指しているのは J2 優勝。選手を信じてる、サポーターを信じてる。さらに石津選手のアンケートからは、社長が感謝の手紙を書いて読んでくれたというエピソードも。選手の皆さんへ、アビスパ福岡を愛するサポーター、スポンサーの皆様への感謝の思いと、これまで懸命にプレーをしてくれた多くの OB 選手へのリスペクトの思いを込めて、その願い通り皆さんは毎試合ピッチで熱い気持ちのこもったプレーを見せることで、感謝とリスペクトの思いをしっかりと表現してくれたと思います。本当にありがとうございます。僕が一番見てみるときも、喋って伝えてたっていうのが多かったんですけれども、熟考した内容を伝えるとした場合に手紙という形で伝えると、もしかしたらもっと伝わるんじゃないかなっていう、その次 の試合の時 のバスを降りた時のこうグータッチの力がちょっと違ったり、選手と この目線と この距離感っていうのはやっぱりちょっと違うんですよね。またシーズンに入ったら手紙という形でみんなにクラブが考えていること、僕が考えていることなんかを伝えながら一緒にやっていければいいなと思ってます。アビスパ愛にあふれる川森社長についてこの方にも聞いてきました。福江の川原です。アビスパ福岡をずっとスポンサーとして応援してくれている福谷、その川原社長から見た今の社長は、やっぱり自分からどんどん表に出て行かれますよね。それすごくこうチャーミングですよね。ある意味ではいろんな板挟みとかもあると思うんですね。そんな中でも切れたり腐ったりせずにですね、こう粘り強く、あっちに調整をし、こっちに調整をしというところでやっていくと、その姿そのものというのがですね、人柄も含めた中ですごくチャーミングだなと思っているんですね。そんな川森社長の今シーズンにかける思いは、勝つということにこだわった采配と、最後まで勝ちにこだわったプレーでいい結果がこうつながってくるんじゃないかなと思ってますので、いい試合がお見せできるんじゃないかなと思ってます。その川森社長の熱さ、もっと教えて。さあ、社長からラブレターが寄せられるというお話なんですけども、受け取る
選手の皆さんの気持ち、湯沢選手はいかがでしょうか。社長はどんな印象ですか。福岡に来て、すごくここまで熱心にこう選手とコミュニケーションを取ってくれる社長っていうのはなかなか他のチームいなかったんで、はい、内容はすごくモチベーションの上がるものだったので、まあ、頑張りたいなっていうような気持ちになりました。やっぱ愛されてるなって思って、やっぱもっと試合で結果残さないといけないとか、やっぱその熱くさせてくれたので、すごいいいラブレターだったと思います。ありがとうございます。あの選手の皆さんを代表して桑原さんから社長に一言いただいていいですか。またラブレターお待ちしております。社長届いてますかね。よろしくお願いします。お願いします。それはまるで夢のような得点だった。得点決めた。お買い物値引き券だ。また得点、現金値引き、さらに得点だ。安心保証サービス。僕たちはこのベススタで11の得点を次々と決めてしまったんだ。ベスメンバーカオプレミアムイレブン。ベススタで決める得点、こんなに嬉しいなんて。新規入会でプレゼントもベスト電気で検索。こちらただの添いではありません。果実と野菜をプラスしたフルーティーな添い。添いのせいがあったか。野菜もタンパク質も美味しく取れちゃう野菜生活添いプラス。かごめんかごめん。ニトリのレースカーテンキャッチクリーンはつるすだけ花粉対策。通常のレースカーテンの2倍花粉をキャッチ。ニトリで花粉対策、キャッチクリーン。お値段以上。ニトリ。今まで辛かった腰に。何この大きさ。あ、支えられてる。そうそう、この安心感。これがメディカル発想のバンデリー腰椎コルセット。やっと出会えた。ランディックプレゼンマンクシート天才か反逆者か。チュールチュールチャオチュール。福岡三國ケネディエビス選手、副将高校対北島雄二選手、福岡第一高校のウィニングイレブン2021を使用した e スポーツ対決。前半は三國選手のゴールでチーム三國が1点リード。山下さん、ナイスゴールでしたね。そうですね、三國選手はフォワードで出場するかもしれないので、この豪快なシュート J1 でも見てみたいですよね。試合は後半戦9分に副将高校、さらに35分には三國と、チーム三國が2点を追加、3対0とリードを広げます。後半43分、チーム北島、北島から縦に福岡第一山本落ち込んでいく。あとキーパーを受けた。うまー、1点返した。3対1、反撃の1点。まだ勝負は分かりません。山下さん、キーパー三國避けましたか。避けたように見えたんですけど、よく見るとシュートのフェイントに引っかかってしまってるんですよね、三國選手が。これは試合では見たくないプレーですね。まだ試合時間少なくなってきました。後半45分です。チーム三國、裏へのパス、三國が走っていく。チャンスだ、シュート、バイアバッター、押し込んだ、ゴール。三國ハットトリック、試合を決定づける4点目。山下さん、三國が覚醒してますね。そうですね、先ほどのプレーはチャラですね。これで冷静にループシュート決めましたね。ここで試合終了のホイッスルです。解説は山下芳照さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで4対2、三國チーム勝利です。まあサッカーはこういうことですよねっていうのを、まあ、見せつけられたかなと思います。なのでめちゃくちゃ良かったです。なんか試合の読みがすごいなって思います、ね。めちゃくちゃ褒めてくれますね。北島さん、はい、残念でした。いや
いい経験になったと思いました。悔しいですけど次に生かせればと思います。勝ちましたチームイクニの3名にはベスト電機からワイヤレスイヤホンが贈られます。おめでとうございます。マジですか。マジですか。勝ちそう。マジで嬉しい。自分たちもさ高校生のみんなもいい経験だったと思うんでちょっと楽しかった経験を今後に生かしてほしいなと思います。僕たちは外でサッカーやってゲームと現実というかそこでお互い頑張っていければなと思います。両チーム素晴らしい試合でした。ありがとうございました。いよいよ今週末開幕まではあと5日と迫っています。アビスパ福岡2021年の戦い、石井さんはどんなところに注目してますか。やっぱりですね、ボールを奪ってからの攻めるところですね、うん、ここがアビスパってスイッチが入るんです。ほうほうほう。だから取ってからゴール の, そのシュートで終わるまでが早いんじゃないかなと。なるほど。そして、はい、トレランさんは注目してる選手いらっしゃいますか。選手はそうですね、やっぱブルーノ・メンデス選手はサモ選手とのツートップとかになると敵に回したら怖いようなツートップだろうなっていう。選手の皆さんにお伺いしたい、ここを見てもらいたいというところ、石津選手いかがでしょうか。攻守に、アグレッシブなサッカーを、するのでそこを見てもらいたいなと思います。まあ、J1 の舞台っていうのを楽しみながら信頼してそのポジションを任せてもらえるような、まあ、こわもてな一面をしっかり出していきたいと思います。桑原選手、開幕に向けていかがでしょうか。絶対に開幕は負けられないですし、まあ、チームの目標である10位以内を目指して頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。それでは皆さんお待たせしました。桑原さん、最後に一発お願いしてもよろしいでしょうか。いけるのか。結構多いですね。最後に一発よろしくお願いします。1、2、3、4。桑原選手リベンジなるか。気になる。販売開始からそのメカニズムをもとにセットができるし、朝晩マッサージしてます。申し込みは0120-8000-83 0120-8000-83 まで。アビスパのお笑い担当桑原選手が本日2度目の一発芸を披露。さっきは滑っちゃったけど大丈夫？1、2、3、4、5。ヒロミアーチチアーチ。これもやばすぎる。の一発ゲームでございました。華麗なドリブルで相手を翻弄。和子選手、僕のチームに貢献する熱いプレーを見てほしいです。そして長谷部監督の秘蔵っ子前選手、今年もチームの要として期待大です。今年 J1 の舞台で躍進する姿を見てください。開幕まであと5日。28日の名古屋グランパスとのホームでの開幕戦をケビーシーラジオが実況生中継。スタジアムに行けないという方もぜひケビーシーラジオラジコを聞いて熱いエールを届けよう。長谷部監督よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。開幕直前となりました。 J1 開幕に向けて今のお気持ちいかがでしょうか。まあ高揚しているワクワクが、止まらないというか、いよいよ来たなというような、そういう気持ちです。はい、目標を10位以内と掲げていらっしゃいますが、この10位と設定されたその裏には、まあ、どんなイメージがあるんでしょうか。まあ、勝ち負け引き分けと五分を目指しています。自分たちがどこまでやれるかっていうのは未知数ですが、チャレンジ、の気持ちを持って、挑戦して、そこまで到達したいなという、そこまで到達できたら、いい出来じゃないかなというふうに思っています。ありがとうございます。石井さんいかがでしょうか。はい、監督にちょっと聞きたいんですけれども、10位以内っていうのにはトップも入ってると思うんですね。
虎視眈々と狙ってる思いもあるんでしょう。もちろんあります。勝負事なので上限はつけず、加減つまりは10位以上になれるように1位も含まれています。真帆さん、何か伺いたいことありますか。すみません監督、私アビスパファン初心者なんですけれども、はい、まずファンになっていただきましてありがとうございます。いや、そうなんですよ。もう大丈夫です。今ので満たされました。そして西田さん、はい、やっぱりアビスパものすごい楽しみですし、そしてホークスも楽しみで、このスポーツが福岡盛り上げてくれるの、これとっても嬉しいことですね。いや、そうですよね。監督、アビスパとホークスのダブル優勝を夢見てますんで、うん、頑張ります。はい、ありがとうございます。さあ、ここまで1時間、アビスパの普段見られない表情もお届けしながら魅力たっぷりでお伝えしてきたんですが、真帆さん、はい、番組冒頭では、うん、まだそこまで興味がないなんて話がありましたけど、いかがでした。とりあえずスタジアムに行ってみようと思いました。それ前向きにそうなってくれたのが良かったです。そうです、楽しかったです、はい、そしてサポーターの意見からして田中さん、いかがでしょう。いや、もうとにかく J1 のアビスパが楽しみで仕方がないなとこの1時間でさらに思いました。はい、5日間楽しみにしてます。そして北斗さん、うん、はい、そうです、僕自身もアビスパ福岡のアンバサダーとして今年アキちゃんと2人で頑張るので、違う角度で盛り上げていきたいと思いますし、頑張っていきたいなと思います。それではアビスパ福岡が J1 で活躍することを期待して、せーの。